2023年 F1 開幕戦バーレーングランプリ表彰台を獲得したアストンマーティンのアロンソ。今年新しいマシンを作り上げてきたということは、今から完成させていく車ということ。レッドブル、フェラーリ、メルセデスの3強は昨年のマシンを進化させてきたので、完成形に近づきつつある車ということ。メルセデスは車を作り直す可能性がありますが、この3チームの車に比べてアストンマーティンの車は伸びしろが大きいように思います。この車をドライブするのがアロンソとストロール。最強のマシンに進化しつつあるマシンを、2度のワールドチャンピオンを獲得したアロンソが運転すると、どんな走りを見せるのか。開幕戦から素晴らしいレースを見せてくれただけに、今後のマシンの成長が楽しみです。そしてベッテルから多くのことを学び、成長期のストロールがアロンソからさらに学ぶ。ベッテルとアロンソから学び、成長期のストロールがマシンの成長と合わせてどのような走りを見せるのか、これまた楽しみです。2023年後半にはアストンマーティンが優勝争いするような展開が増えているのか。角田裕毅を応援している僕としては、アルファタウリに成長してほしかったと思っています。良い結果というのは多くの人が褒めてくれますが、それまでの辛く長い過程はなかなか褒めてもらえません。強いチームというのは、結果が出るまでの過程を楽しく過ごしているチームなのかもしれません。最後まで見ていただきありがとうございます。